明けましておめでとうございます。ニュースポストセブンです。12月9日に第一子となる男女を出産したことを明かしたテレビ東京の福田のり子アナ。12月6日の夜に六本木のマンションの一室で開催されたホームパーティーに参加していました。そこには有名なオリンピック選手など10人以上が集まっていたそうで、福田アナの知人男性は、出産を発表したのは12月9日でしたが、実際にお子さんを産んだのは1ヶ月くらい前だったみたいです。親しい人たちへの報告も兼ねてだったのか、大変な時期なのに参加してくれて社交性の高さを改めて再確認しましたと驚いています。ニュースポストセブン。